ユンです。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。この回はゆる言語学ラジオの水野さんゲスト回の2回目となってます。前回エマさんと僕の未来の言語の予想みたいな話をしたんですけど、いろいろ水野さんにも突っ込んでいただきながらね。そうですね、今回はいよいよ水野さんの説が聞けるっていう回です。プロの説が聞けるプロじゃないプロって言ったらオタクって言った方が正しいの。オタクの説が聞けるはず。自分で言ってたんでね、はい、それではどうぞ。じゃあ水野さんに聞きますか。はい、やっぱなんか多分僕もっと問いを絞ってて、はい、その未来の言語はって言われた時にやっぱまず考えたのは、まず個別言語なのか言語一般においてなのかっていう切り分け方もありますよね。ありますね。それはもう僕は日本語に絞ろうと思って、でその語彙レベルの話、そのハオイみたいな言葉が出てくるみたいなものってのはまあみんな予想することなので一旦置いて、やっぱ話すなら文法レベルか音レベル、例えば存在、今日本語になかった発音が出てくるとか、この発音が消えていくみたいなもの、まあ実際その日本語の音とかで言えば、例えばだからレンさんがとかっていう時のがって鼻にかけるんがっていう、こう音を使ってることが昔は結構多かったですけど、ここ最近若い人とかあんまりもうそれ言わなくなってるねとか、それから格助詞のウォーとかもみんなおってもう発音していて、ウォーって発音するって結構地域差があって、僕はウォーで発音するんですけど、ほとんどの人はおで発音しているので、だからウォーとかももう消えていくかもしれないなとか、そういうことは思いましたね。つまり発音が減っていくっていう。結構昔の方が意識してたんですかね、それって。だから微濁音とかは多分そのお母様とかに聞いていただくと分かると思うんですけど、当時は微濁音がっていう音を使えることが上品、品のいい言葉遣いだとされていて、今でも NHK のアナウンサーとかはそれができるように訓練を受けるんですけど、多分今の若者ががって言ってたら、まあ、我々も多分やぼった印象を受けると思うんですよね。聞き分けられるかなってちょっと思いました。あ、本当ですか。なんかだからレンさんがとレンさんがっていう、こう僕も多分できてないんですけど、あんまりレンさんがとレンさんがっていう、こうしっかりがって言ってなくて、その前のとちょっとつながってるみたいな。あ、そうですそうです。これあのビヨンって言って鼻にかける音なので、あの英語では使われてるんですよね。あのイングのングとかっていうのはあれ、そういう音なので、だからそういう音昔の人というか一世代上の人とかはできる人とか聞き分けられる人とかも多かったんじゃないですかね。もう全然意識してなかった。なくなっていくん、ってるんですね。そうですね。そっか、困ることはありますかね。なくなったら上品さがなくなるっていうことですか。いや別にそんなにどうなんですかね、困るのか。まあ音をはね、こう区別したら文の意味が分かりやすいってことはあるかもしれないですけど、要はその音をは、表記が違うので、音を合流させるよりは分かれていた方が便利な部分はあるかもしれないですね。ああ、ひらがなのおが2つあるその使い分けみたいな。はい、太郎を、叩いたのを、僕はおって発音する派ですけど、お二人はどうですか。私はお派です。いやもうおって言ってるな。太郎を一応そのウォーって言うっていうのはちっちゃい頃に習ってはいて、はい、だけどそれでいてオーを選択してました。っていうか周りにウォーって使う人がほとんどいなかったと。で僕逆で、だからゆる言語学ラジオ始めた時になんか水野さんはちゃんとオーをウォーって発音してるから、さすがその言語学やってるとそういう感じなんですねって言われたんですけど、いやそれただの地域差やってなって。意識してるわけじゃないんですか。僕も意識したことなかった。意識してるわけじゃないです。あの単純に多分僕の地域ではそう、ちょっとね、だから今度帰った時親の発言よく聞こうと思うんですけど、多分親もウォって言ってるから僕もウォって言ってるんだと思いますね。あの僕だから頑張ってウォって発音しようっていう強い意識があるわけじゃなくて、多分ベロンベロンになってもウォって言うと思います。すごい。面白いな。でもそれで言ったら私小さい頃はちょっと意識してたかもしれない。なんかそれが正しいって習ってたので。あ、習ってたんちゃんと。俺全然野蛮なおしか言ってない。ないぞ、野蛮とか上品とかですね。野蛮ではないか。うん。でも今のってだんだんそういう子音とかよく尾翼音とかが減っていくっていう方向じゃないですか。逆に増えていくみたいな方向もありえるんですかね。はい、ありえますよね。その実際に例えばva なんて音昔の日本語ではなかったですけど、
もう今ってヴァンパイアとかのヴァっていうのが使われてるわけで、今はまだないですけど、なんかじゃあ日本語の言葉でヴァ以外にヴァを使う和語みたいなものが生まれてもまあおかしくないですよね。なんか最初のエマさんのアメリカっぽい要素が入る、英語っぽい要素が入るみたいなのも、それにちょっと引っ張られて増えたりとかはしそうっすよね。うん、そういう。確かに。だからそういう形で音を取り入れる言語って、ちょっと僕パッと今例浮かばないですけど、おそらくそういうのってあるはず。こういうの言語接触とか言うんですけど、言語と言語がまあ実際にその話者同士で、交流があったりしたことでお互いに影響を及ぼすことって歴史的にもよく見られた事象なので、そういった形で新しい音を取り入れることはあり得ると思いますね。あと一応用意してたので言うと、文法レベルで言うと僕が気になってるのは、その敬語が将来どこに行くのかっていうところをちょっと気になっていて、敬語、そのこれどこまで用語導入するのかなんですけど、ちょっと最初にフルスイングで喋ってみると、はい、その需要を指す動詞っていうのを文法化させ補助動詞化させる表現のことをベネファクティブって呼ぶんですけど、あげるとかやるとかもらうとかくれるとか、こういったものを動詞にくっつける、してもらう、してくれる、してやる、して差し上げる、していただくみたいな、このベネファクティブ表現って全体的にその敬語がインフレしていっていて、例えばしてやる、例えば、レンさんに今から言語の知識を教えてやる、これすごい尊大に聞こえると思うんですけど、これの表現が生まれた、中世14世紀とかはこれ敬語だったんですよね。でもしてやるが尊大に聞こえたので、してあげるになったんですよね。やるよりもあげるのが丁寧なので、だからレンさんに教えてあげる、でもこれもなんか偉そうに聞こえるようになったので新しく生まれたのがして差し上げる。なるほどなるほど。でももう今ってレンさんに言語の話を教えて差し上げる、これもなんかもう恩着せがましく聞こえるようになっているっていう意味で、どん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 ベネファクティブが長くなってしまっているんですよね。インフレってそういうことか。そういうことですか。文字数が大きくなってるってことですね。そうなんですよ。で、例えばそのだからさせていただくとかも、うん、その今日一緒に収録させていただくの、あのさせていただくって、最近はさせていただくだと一方的に聞こえるので、させていただければと思いますとか、言いますね。あるいはさせていただけませんでしょうかとか、あるあるある、みたいな紋切り型の表現というか、そういう形式で使われることが増えてきた。これはそのコーパスっていう大量のデータを用いて分析かけた研究者の研究なんですけど、でそうするとやっぱさせていただければと思いますとかってちょっと長すぎてめっちゃ長いなそうつまりどこかでインフレが超えてハイパーインフレが起きて、そのデフォルトするんじゃないかなと思ってつまり一周回ってめっちゃ短い表現が一番敬意を示してないっていう風に戻ってもおかしくないなと思うんですよね。させていただければと思わせていただいてもよろしいでしょうかみたいなそういうのが出てくる。これ今笑ってますけど、本当に20年後とかにやっぱさせていただければと思いますだと、なんか思うって一方的だなって思う言い出す人が出てきて、やっぱ思うに対してもさせていただければと思うかもしれませんとかね、例えば。いやでも長いな。そう、長いじゃないですか。で入力も大変だし、その喋るって意味でその出力アウトプットも大変なので、どこかで誰かがこれバカげてないって水を差すタイミング来るのかなとか思って、そうするともうだから教えて、収録させていただければと思いますがよろしいでしょうかみたいなのが、収録させてむみたいなこれが一番丁寧だよねみたいになるかもしれないなと思いますね。いやでも誰かがこれもうやめようって言い始めるのがちょっと僕堀本さんの声で再生されるんですけど確かにそろそろこれもういいんじゃねみたいな、うん、ありそうだな。ゆる言語学ラジオで言ってほしいな。で結婚式のね招待状とかもご参加のところを語を消して参加にしたを丸打った挙句、喜んで参加させていただきますにするじゃないですか。はいはい、もう良くないですかみたいな、そのいや思うな。もう一周回ってご参加で良くないみたいな誰があとは言うのかみたいなそうなんですよ。パイオニアがね欲しいんですけどね。だからやっぱ影響力がある、なんか YouTube とかで人気な人とかが言い始めたそうですね。いや絶対もっとちゃんとした人、なんかちゃんとその言語学的なところで、そのなんて言うんだろう、いるんですかね、その敬語はこうやって使いましょうみたいなのって。学術的にでもバズりが必要じゃない。だからね逆だと思いますね。逆逆、言語学者とかが
言葉をこういうふうに使うべきだって主張して実際にそうなったケースってほぼ聞かないですね。そうそう思います。もうもっと一般の人が使い始めて、そうそうみたいな感じ。だから分かりやすい例で言うと、あの英語の綴りって発音と綴りって一致してないじゃないですか。例えば、例えばタフとかっていう時の、フって GH でフって綴りますし、まあ、でそのスルーとかっていう時のあのスルーなんてもう GH 読まないしみたいな。だからそれって非合理じゃんっていうことで、もういろんな先人が綴り字改革運動をやったんですよ。へ、有名な人で言うとバーナード・ショーとか、バーナード・ショー、うん、そうですね、バーナード・ショーも綴り字改革論者だったと思いますし、やめようっていうふうに主張したんですけど、その結果がどうなったかっていうと今の英語、つまり何も変わっていない。結局だからトップダウンでこういうふうに運用しようって言っても、それって N イコール1でほとんどの運用者にとっては関係ない話だから、ほとんどの運用者が使うようにしか進まないと思うんですよね。まあ、確かにな、現状維持というか、もう今これで使えてるしみたいな。そうそうそう、なんかパソコンのキーボードとかと一緒かもしれない。あ、クワーティー配、クワーティー配列、クワーティー配列とかも、まあこれ別に誰かがどうしようとかじゃないけど、いろんな人が考えたけど結局これに落ち着いてるみたいな。なんかね、いろいろ説ありますよね、うん、なんかガスなんでしたっけ、あのタイプライターが絡まるからっていう説。いや、なんかそれよく聞くんですけど、俗説なんだっけ。いや結局諸説ありだから、ちょっと間違いなのかもわからない。はいはい、コントロールできないってことですよね、言語は。うん、そもそもそう。だから言語学を学ぶ一つの知見はそこですね。こうすべきだって言ってもあんまり意味ないなっていう、うん、あのだから言語学者って言語のことって、それこそじゃあこのサイエントークに紐づけて言うならば、自然現象だと思ってるんですよ、多くの言語学者は。今の話だとそうですよね。そう、雨が降ってくるのはおかしいって主張する物理学者がいないのと一緒なんですよね、その言語の変化を認めないっていうことは。あ、確かにそれは面白いな。それをどうやって説明するのかっていうのを考えるのが言語学者みたいな。そうです、モデルを考えることがまあ理論言語学者とかの一つの仕事なので、降ってくる雨に対して雨が降ってくることを批判するってのではなくて、なぜじゃあ昔は例えばじゃあ雨が降ってなかったのに今降り出したんでしょうねを考えるのが言語学者、日本語学者の一つの仕事だと思うので、規範を解くっていうことはあんまりしない方が多いと思います。不思議ですね。なんか喋ってるのは一人一人なのに誰もコントロールできなくて、だけど勝手に生き物みたいに動いていくって、そうそう、不思議ですね。なのに、しかもそれがなぜ動くのかがわからないってところも面白い。めっちゃ頭いい言語学者が一生懸命考えてるのに分かってないんですよね、結局それが。確かにな。っていう、だからそういうロマンについて語った非常に面白い本があるというふうに聞いて、それがその言語沼っていう著作なんですけど、著者はゆる言語学ラジオで、現在好評発売中らしいです。ねじ込んでいる。はい。いや、でも本当そうっすよね。だからこそいろんな人が、その言語について語るのもまた面白いみたいな、ところもつながるかなと思ってて。全員が頭の中にモデルを持ってるので喋りたいこといっぱいあると思うんですよね、言語についてはそんな難しいものの未来を考えるなんて、 もっとさらに難しいことをやろうとしてるっていういやでも飲みながらする談義としてとかはちょうどいいテーマだと思いますけどね。本当に真剣に言語の研究してる人からしたら、いやいやみたいな感じでお互いすごい罵りありそうというか盛り上がりそうな。どうなんですかね。だから言語の研究者は、そう、その君が言ってるそれは先人が考えてるから、よかったら文献読んでねって思うってぐらいじゃないですかね。あ、確かに。いい論文あるよみたいな。巨人がいっぱいいるから。そう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 。頭いい人がいい風に概念整理してくれてるから、これとか見てくれると君はいい言語学者の卵になると思うんだけどって感じじゃないですかね。大体出尽くしてるんですかね。そうなんですよ。だからほとんどの人が、こう言うとすごい路惑的ですけど、ほとんどの人が、俺すごいこと気づいちゃったかもって思うことは、大体論文になってしまっている。いやー、それめっちゃわかるな。本当にわかる、それ。であることが多いので、言語についても素朴な実感でこういうふうに考えたっていうことは、概ねをその賢者たちが言ってしまっていると思いますけどね。確かに今、例えば DNA とかって、その見つかってめちゃくちゃわかってるって、もうここ数十年ぐらいの話だと思うんですけど、はい、それですら、いや、これもしかしたら新しい複製のパターンなんじゃないかみたいな思いついても、大体考えられてるというか、もう論文出てるみたいな。この数十年ので起きてることですらもうやられ尽くしてる感じがするのに、はい、言語なんてもっと長いなんか年月存在してるし、研究し、その言語について考えてる人って多分今までもっともっといっぱいいただろうし。そうですね。だから昔は言語学者じゃない人だって、その言語に関する
本著作を出したり論文を出したり、例えばじゃあそのルソー、うん、ジャン・ジャック・ルソーとかも言語についての本とかって書いてるし、まあなんかその賢い人とりあえず言語のこと考えたりしていたこともあったので、うん、確かになんか研究者って別にどのジャンルでも結局言語を扱って論文書いたりとかその表現するみたいなことやるから、なんか言語に行き着く気はするんですよね、興味の対象として。哲学者とかね、そう哲学者とかデカルトもそうだし、デカルトも計画言語、人工的な言語を作ろうとかって考えてたし、ライプニッツもかな、そのあたりとかもやっぱり言語に関することとかって言ったりしていたので、あとねちょっと一個だけ足すならば、あの、はい、その一般の人が思う言語の面白いこと気づいちゃったっていうことの関心の幅がめちゃめちゃ局所的で、その、うんうん、若者言葉でこういう言葉を見つけたみたいな語彙レベルの話が結構多くて、うん、例えばそのさっきみたいな文法レベルの話とか音レベルの話とか、そういうところに目を向けるって人ってそんなに多くないんですよ。なんやりにくいんですかね。みんな目につくと思うんですね、変化が激しいから。ああ、なるほど。違ったな、変わったなって感じやすい。アハ体験がそのすんごい分かりやすくどでかく起きてるので、単語レベルの話っていうのは音のそのウォとウォとかガとガみたいなものよりも気づきやすいからだと思うんですけど。確かにな、誰でも僕らでもちょっと思ったりしますもんね。そうそうそう、だから研究者の本読んだ時に一つ思うのは、それも気にしたことないわみたいな、そんなことあったか、でもあ言われたらそうかもみたいな。うーん、まあ、ちょっとまた宣伝っぽくなっちゃいますけど、その言語沼で書いたもので言うとフィラーっていうとかみたいなつなぎ言葉に関する研究とかもちゃんとあるんですけど、はいはい、それとかやっぱりほとんどの人は知らないんですよね。その言語の研究者がそんなことやってるとはと到底思わないと思うので。フィラー消せしか言われないですよね。そうそうそう、一般社会だともうプレゼンの時にフィラーは言うなっていう感じのことしか言われないけど、うんうん、ポッドキャスターとかはねみんな編集で消してるって言ってたから、やっぱり気にしてる人って多いと思うんですけど、うん、そうでもそういう研究もあるので、だから本当は街の人とかでもフィラーだけやたらずっと気にかけてる人とかいてもおかしくないはずなのに実際本当に一部の研究者しか研究してないみたいなのは結構もったいないなと思ったりしますけどね。確かにあの道端で雑草を見つけていきなり雑草の研究者になっちゃうみたいな人とかもいたりすると思うんですけど、はい、もっと言語だともっとありそうというか、うん、あれこれもしかしてみたいなのってあります、あります、なんかありそうですね。ちょっとこれ単語レベルの話にまたなっちゃうけど、あの、はい、三省堂国語辞典作ってる飯間博明先生がとおしゃべりした時におっしゃってて面白かったのが、なんか最近気になる言葉は、うん、なんですがですねって言っていて、なんですが、はい、その従来なんですがって接続助詞として使われてたので、僕は愛知出身なんですが、今東京に住んでますみたいに使ってたんですけど、もう今って単独で使える、あ接続詞っぽい感じ、そうですね、だからこれ今定価だと3,000円ですなんですが今2,000円で売りますみたいな。確かに確かに使えるな。確かに確かに語頭で単独で使えるようになっていて、これ用法の変化じゃないですか。接続助詞としか辞書に書いてなければこの用法は説明がつかないはずだと思うんですけど、それ単独で使えるようになったっていうのは大きな使い方の変化なので次の辞書の改訂に入れようと思うみたいなこと確かおっしゃっていて、ああ面白いな。これもだから普通に生きてれば気づいてもおかしくない話なんですけど、既存の語の用法が変わったってこととかってみんな全然注目しないので、プロとかはそういうところを見ている。それをキャッチし続けるやっぱ辞書書く人すげえなっていうのも思いますけどね。いやすごいですよ本当に。いやすごい痺れます、そういう仕事は。そういうなんか言語のってやっぱり普通に私たちネイティブだからこう自然に使っちゃう分全く気づかないんでしょうね。そうですね、そうそうそういうことだと思います。まあでもネイティブなのに分かんないのみたいなことよ、母語話者なのに分かんないのみたいな話じゃん。うんうんうん、母語話者なのにってことですね。ネイティブって言うんだね。あそうですね、いいですけど、ね、今ちょっと思ったけど、まあ、ネイティブでもいいけどネイティブって言うんだと。いやそっか確かにその水野さんがさっき言ってた無とかになるみたいな、そのインフレが起きて最終的に無になるっていう説を誰かが昔唱えてた説だったりするんですか。いや全く、これはだからこういう場だから言ってみた仮説で、研究者でこういうことを言ってる人がいるってわけではないですね。おお、いやめちゃめちゃありそうだな、オリジナル。なんかそういう勉強してた時に長くねーってなって、そのベネファクティブが生まれた中世から現代っていう、まあじゃあ600年とかだと仮定して、やっぱ長く一方向的に長くなり続けているので、あそうか、ちょっとその言語の経済性、言語がで短い方がまあ伝わりやすいよねっていう原理から考えると違反してるなって思ったっ
っていう個人の感想ですね。僕のやつとも本当真逆ですね。僕のやつもどこまで減るかみたいな。でも今は長くなりすぎたやつがいつかガッて減るってことでしょ。でも長くなっていくっていう発想が僕はあんまなかったですね、そもそも。確かに確かに。略語とかはね、短くするっていうその圧力が働いてると思いますけど、うん、そことそういうベネファクティブみたいな、要はその丁寧にしなきゃいけないっていう条件を一個足すと、やっぱり長ければ長いほど丁寧だよねっていう風になるので、そこは違反してますね。そう、私もめっちゃ書き直しました。あ、これちょっともうちょっと丁寧にした方がいいわとか仕事で思って、うん、もうめっちゃさせていただきましたとか、めっちゃこう長くしてしまうのをすごく分かるなって思いました。 それをつける労力込みでなんか思いが伝わってる感はあるなっていう、うんうんうん、そんだけ長く書いてるっていう、うんうん、の頑張って書きましたよっていう気持ちごとを送るみたいな。だって、うんうんうん、同じことが書いてるスタンプあって、それピッて送ったらちょっと違いますよね。うん、だから手紙をね、綺麗な字で書いてもらったら、内容自体大したことなくても書けてくれた労力の分だけ嬉しくなるみたいな感覚ですよね。ですよね、うん、よかった、3人全然被んなくて。いや、さすがでしたね。すごい納得させられたな。なんか勝手にその素人ほど突飛な考えになるんじゃないかって思ってたんですけど、逆でしたね。やっぱ素人ほどこう昔の人が考えたりとか、みんな当たり前に考えていることを言って、で言語学のプロほどこう誰も気づいてないところに着目するっていうのがちょっと意外だなって思って、面白かったです。そうですね。まあこれ分かんない、どれかは本当に未来こうなるかもしれないって、うんうん、てかありそう、普通に本当に考えてることダダ漏れ社会になるか、敬語のインフレ起きるか、敬語のインフレの中に外来語が入ってくるとかも起きるかもしれないし、だから、むずい、だからしてプレゼントルみたいなことですよね。して差し上げるが、例えばそうそう、してプレゼントさせていただくのをシンクさせていただきますみたいな、もうめちゃくちゃな。そうなる未来もあるかもしれない。この音源を1000年後ぐらいに聞いてる人がいて、もしかしたら当たってるかもしれない。1000年後の人は多分音声言語かなり変わっちゃってるから、意味が理解できないじゃないですかね。1000年前の日本語聞いても分かんないと思うんで。あ、そっか。はい、だからもう古文みたいになっちゃってるから、なってると思いますね。こいつらなんかすんげえ古い言葉で喋ってねみたいな。じゃあダメだ。そっか、意味伝わんないか。いや、ありがとうございます。なんか未来の言語すごい、でも解像度上がりましたね。その言語っていうもの自体とか、それを研究することみたいな。うんうん、確かに、まあ、社会科学と自然科学って結構区別されがちなところありますけど、そういう意味では結構同じところも多いなっていう。まあ、言語学の場合はね、人文科学に入れられることが多分多い。社会科学の側面もありますけど、人文科学って言われることの方が多分多いんですけど、うんうんうん、アプローチによっては自然科学っぽくやりたいっていう学派もいるので。いや、そうっすよね。なんか結構やっぱ言語学でもいろいろあるなって感じですよね。めちゃめちゃありますね。めちゃめちゃ企画で喋っちゃいましたけど、じゃあ前半最後ちょっともう言語沼のお話とかしていただいたんですけど、はい、はい、ちょっと改めて最後宣伝等あればお願いします。はい、じゃあ2点ほど。1点目はゆる言語学ラジオっていう、まあ、ゆるく楽しく言語の話や雑談をしている、ポッドキャスト YouTube をやっているので、よかったら興味を、今回の話聞いて興味持った方がいらっしゃったらぜひ聞いていただきたいっていうのが1点目で、でもう1個が言語沼ですね。著書の言語沼っていうのが発売中で、さっき言ったフィラーの話だとか、なんかあとは何の話だっけ、全然思い出せない。オノマトペとか。オノマトペか、そっか、オノマトペの話とかね、しましたので、よかったら、そちらも手に取っていただけると嬉しいです。O だけで一章ありました。いやーね。すごいな。あんな短くまとめちゃって大丈夫なのかなっていう。本当は200ページぐらい書かなきゃいけなかったところを、ちょっとだいぶリサーチがしょぼくて満足できなかった方すいません、本当に。いや、でもなんかすごい楽しく読める方なので、ぜひ僕も楽しく読みました。ありがとうございます。はい、ということなんで、とりあえず、まあ、前半はこんな感じで、はい、後半ちょっとだけですけど、アフタートーク的に雑談もさせていただければと思います。はい、それで前編はここまで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。